公認の出席要求に関する件についてお諮りいたします。行政制度、公民制度、地方行財政、選挙、消防、情報通信及び郵政事業等に関する調査のため、本日の委員会に理事会協議のとおり、人事院事務総局給与局長古谷弘明君ほか12名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することにご異議ございませんか。ご異議ないと認め、採用を決定いたします。参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。行政制度、公民制度、地方行財政、選挙、消防、情報通信及び郵政事業等に関する調査のため、本日の委員会に理事会協議のとおり、日本郵政株式会社取締役兼代表執行役副社長鈴木康夫君ほか1名を参考人として出席を求め、その説明を聴取することにご異議ございませんか。ご異議ないと認め、採用を決定いたします。行政制度、公務員制度、地方行財政、選挙、消防、情報通信及び郵政事業等に関する調査のうち、行政制度、地方行財政、消防行政、情報通信行政等の基本施策に関する件及び平成26年度人事院業務外協に関する件を議題とし、質疑を行います。質疑のある方は順次ご発言願います。杉尾俊文君。おはようございます。総務委員会で初めて質問させていただきます、自由民主党の杉江でございます。よろしくお願いいたします。今日この委員会で質問をするにあたりまして、委員長をはじめ、各関係の皆さん方に場を与えていただきまして、心から感謝申し上げます。今日はものすごく緊張いたしております。なぜならば、2001年、ご承知のように省庁再編におりまして、総務省、郵政省、自治省という形で、実は2001年に総務省が中に郵政省が入ってまいりました。その中で私が今一番記憶に残っていることは、実は今日片山先生がお見られますけれども、初代の総務委員長が片山先生でございます。当時郵政事業は、私も郵政関係で35年間勤務してまいりましたので、全国的に優秀な職員に対する表彰が実はございました。私は初代の総務大臣で、総務大臣表彰を帝国ホテルの表彰式で、実は片山先生から代表授与をさせていただきました。そういう関係もございまして、大変、緊張しておりますし、また総務委員会の政務官の方々は、副大臣をはじめ、政務官のお二人とも地元東海の方でございますし、ましてや、藤川先生、伊藤先生は地元愛知でございます。もう大変そういった方々の前で話をするのも緊張いたしておりますが、今日は私が郵政事業に携わってきたいろいろな思いを込めながら、総務大臣に率直なご意見を お伺いしたいと思っております。まず第一に、総務大臣にお伺いしたいと思いますけれども、総務大臣は日頃から地域の再生なくして日本の再生はないということを発信されております。私はこの地域の元気創造プランというものに対して、強い大臣のメッセージは大変感動いたしておりますし、私自身が35年間特定郵便局長として、地域の中で生きてきて、地域というものをつぶさに見てきた感じの中で、いかに日本の地域社会が疲弊をしながら、なおかつ地域で育ってきた絆だとかぬくもりだとか、こういうものが薄れている、そういったものを実感をいたしております。私は現在その地域の疲弊というものは、必ずしも離島過疎地ばかりでなくて、私は現在名古屋に住んでおりますけれども、私が名古屋に住んでおる地域ですら非常に地域が様変わりをしてきております。一つは隣近所の向こう三県両隣と言われた日本の独特の文化が失われておりまして、全然隣の人は何も知らないというような地域状況が発生をいたしておりますし、事実子ども会だとかさまざまな形で地域が一体的に出してきた行事もすべてなくなっております。ですから必ずしも地域の疲弊化、地域の壊れというのは都市過疎地ばかりでなくて、都市部にも現在あるということをご認識いただければ大変ありがたいと思っております。なおかつ都市部には超高齢化社会が訪れております。そういった方々は孤独に一人で本当に過ごしております。かつて郵政事業が民営化以前の時は、そういった方々にさまざまな形で安否の確認だとか話をしただとか、
また郵便局出向いていただいて、さまざまな会話をした経緯がございます。しかし、民営化になった以降、そういったものがパタリと止まりまして、私どもの事業は、利潤を求める、そのことに特化した事業体に変遷してまいりました。24年の4月の27日、改正民営化法が自民党、公明党、民主党さんの3党合意という、極めて政治的には高い評価の中で成立させていただきました。それ以降、大きく変わってきております。私は地域の再生、地域に元気がない、このことはさまざまな多義的な要素があると思いますが、総務大臣がまず大臣の所信のトップに元気をつくるという、極めて高い、また現実的な問題を提起されております。しかしながら、元気をつくるということは、元気がないということも裏付けされますので、私自身もさまざまなところで元気がなくなってきた地域の状況はよく分かっておりますが、大臣といたしまして、そのあたりの所見をぜひ聞かせていただければありがたいと思っております。新藤総務大臣。まずですね、冒頭にこの柘植委員が長年にわたって郵政で大活躍をされたこと、これは敬意を表したいというふうに思います。私もかつて郵政の含めてですね、総務省の政務官をやらせていただきました。で、今自分でももうとても心に残っていることでありますけれども、ある時ですね、郵政の表彰式に出なさいということで、私大臣の代わりにお邪魔したわけであります。で、確か30年表彰だったと思いますけれども、まだ若い人でした。ですからきっとすごく若い時にまだ10代で郵便にお入りになった方だと思います。で、その方がですね、私賞状を渡したんですけども、表彰状をですね、そしたらば、私は30年間休まずに遅れずに間違えずに一生懸命にこの郵便を届けてまいりましたと、そして今日このような表彰をいただくことは感激ですと言って、まあ涙ぐんでですね、いただいてくれました。まあ、私は、まあ、そこに郵便のですね、まあ、DNA があるんだなというふうに思います。ですから、それは地域の皆さんに、国家国民のために働いていく、まあ、こういう気持ちを持ちながら、そして形態が変わろうとも、この民営化になろうとも、その DNA は失ってはいけないし、我々はそういうものを踏まえた上でのユニバーサルサービス、かつこの経営のですね、合理化やこの高度化を図っていかなくてはいけないんだと、こういうことをいつも思いながらやっております。で、今委員がですね、ご質問されたことは、結局のところ地域がこの苦しんでいる、また疲弊していく中で、郵便がどのように役に立っているかということを体験されているからこそ、こういう話になったんだというふうに思います。で、私ももとよりですね、この地域を元気にさせるというのは、これはいろいろな意味があります。元気というのは、それぞれの方に例えば病気の方だって元気になってもらわなきゃならないし、お年寄りの方も、それから力の強い人も、いろんな人がそれぞれのところでですね、元気になってもらえばいいと。ですから町は今1742市区町村ありますけども、人口5万人以下が7割ですから、そしてその3割の地域に8割の人口が集中してるんですから、ですから集中した都市にどんどんと都市問題が発生するんです。一方で、まあ、今日衆議院で過疎法が議員立法でありましたけれども、前回一致で委員長提案で衆議院はそういうことで通過いたしました。で、過疎はまた増えるんです。したがってその1742市町村あるならば、1742通りの元気策を考えていかなくてはいけないんだと私は思っているんです。で、それは過疎地であっても元気になれる、それから大都市であって経済力は大きいが、実はその中で今委員がご指摘されたような独居老人であるとか、それから教育やですね、福祉やそういったものの谷間といいますか、そういうものがあります。まあ、そういうものも含めた総合的にですね、この元気になっていただくような、まあ、そういう政策をやろうということで、まあ、それを歌い文句はみんな分かってるし、やるやると言ってたが、具体的なアイデアとして何ができるんだというので、1年かけて地域の元気創造本部というのは大臣就任以来すぐに作りまして、そして役所の連中もみんな入れて、それは自治部門じゃありません、テレコムも統計も全部入れた、そういう役所の中にチーム作って、それとプラス有識者の方々とチーム作って、その同時並行で研究してきたんです。
その結果がこの地域の元気のですね、地域経済のイノベーションサイクルであり、それから分散エネルギーシステムであり、公共クラウドを活用した活性化でありと、まあ、そういう、まあ、このような、まあ、アイデアを出してですね、成功事例を作ろうと。そして成功させたものがあるならば、それを今度は他の人たちも分かっていただいて、仕組みは分かったから、じゃあ手法は自分たちで考える、テーマは自分たちで考える、まあ、こうやって全国にですね、この元気が波及していただければありがたいなと、まあ、こういう思いで仕事を進めさせていただいているわけでございます。次、吉文君。ありがとうございました。ぜひこの元気創造プランの中に郵便局を組み入れた形でぜひ活用していただきたいと思っております。郵便局は143年にわたりまして、私どもも常に地域活動を活動の基本理念においてやってまいりました。全国の郵便局長さんたちは24時間365日、本当に昼夜を問わず地域のために地域をどう活性化させていくかと、こういう形で頑張っています。ぜひ総務大臣のその肝煎りの元気創造プランの中に郵便局を活用しながら、郵便局を生かしていただくような政策をぜひ打っていただきたいと思っております。私はこのプランを何回も何回も読みました。その中でここの箇所にもこの箇所にもこの箇所にも郵便局が十分使える、そういうところがたくさんあります。ぜひそういった形でのこれからのご支援をお願いしたいと思っております。実は新藤総務大臣。私もそれぜひですね、ご協力いただきたいと思ってます。またいろんなアイデアを委員からも出していただければいいと思うんですが、私は全国に回る場合にですね、必ずそこの局長さん方、それから行政相談員の皆さんと別個に集まっていただいて、どうですかという話を聞かせていただいてるんです。でその中で結局ですね、最後人口減少していった地域でこのコミュニティを維持しているのは郵便のネットワークが大きいんですね。ですからそれをかつては見守りひまわりサービスということで、それから付帯サービスでやってました。私が今回郵政にお願いしたのは、所詮無償のサービスで貯金や郵便の事業のサービスとしてやっている限り膨らみませんよと。だからいくらでもいいから、また誰が負担するかは別にしても、郵政の事業としてそういうですね、地域に残っている郵政のネットワークを生かして、それが行政やコミュニティとこの連携できるような仕組みが取れませんかということで、今年から始まったのが見守りサービスであります。これは少しですけどお金をいただいて仕事として取り組むと、こういうこともやっていただくようにさせていただきました。それから消防団の維持についても、これ郵政にもご協力をお願いをしております。いずれにしても町の中にいる人たちでですね、その元気な人たちというのは代表が郵便でありますから、まあ、この方たちとですねよく連携しながら、そしてその地域が活性化できるような工夫してまいりたいと、このように考えております。次、吉文君。ありがとうございました。地元の局長さんが、大臣が地元へ郵便局回られまして、さまざまなところで、意見を真摯に聞いていただくという形で大変感激をいたしておりますので、これからもそういった形で、ぜひ現場の頑張っている局長を励ましてやっていただければ大変ありがたいと思っております。次に、実は三党合意をしていただいた郵政の改正民営化法でございますけれども、この法案にあって、最後の最後に実は法の7条2の2項に公共性及び地域性が十分発揮できるようなものにすると、実はこの条文が最後に入ったわけでございます。この条文は極めて重いものでございまして、私どもがかっての郵政所の時の仕事と、それから今回民営化になってまた改正になったこの過程の中において極めて意味のある私は条文だと思っております。まさに郵政事業の経営理念であり、経営哲学であるとも思っております。私どもの先人たちが、このことを基本にして、毎日毎日、その働いておるわけでございますので、この条項をしっかり理解をしながら、経営の方々には経営をやっていただきたいというものが、私の強い思いでございます。政務官にお伺いしたいと思います。地域活動を命として全国の郵便局長は先ほど申しましたように昼夜を問わず懸命な活動を展開しております。とりわけ公益化した地方自治体にあって、今その自治体は大変行政のサービスが低下しているということを聞いております。かつて
郵政省の時、私どもは行政の補完業務をさまざまな角度で支援をしてまいりました。例えば道路が壊れている時の道路見回りサービスだとか、あるいはワンストップ行政サービスと、さまざまなところで行政の業務を補完しながら、それを私どもが郵政省としてサービスという形で実は展開していたわけでございますが、今日民営化になった以降、まあ、それらの政策が極めて中断をして一時大変その寂しい思いをしたわけでございます。しかし先ほど大臣がおっしゃったように、このことも再び復活しまして、今日資料にありますように、見回りサービスだとか、あるいは通知を預かるサービスといったような施策を会社も本気度を増して取り組んでおります。こういった形でこれから郵便局がどういった形で地方公共自治体と連携を密にしながら、またその自治体に対して何ができるかということを政務官にお聞きしたいと思っております。藤川政務官。委員おっしゃられるとおり、この改正郵政民営化法第7条の2の第2項においては、本当に、広域性および地域性が十分発揮されるよう、地域住民の福祉の増進に資するよう幅広い業務が行われるという条項が盛り込まれて2年であります。まあ、そういう中でこれまでも日本郵政、株式会社は住民票の移し交付など地方公共団体受託事務や高齢者に対する声かけ集荷ひまわりサービスを実施してきて、来ていただいたところであります。郵便局見守りサービスも昨年10月から開始をしていただき、郵便局員による自宅訪問または郵便局等での食事会への招待など本当に幅広い活動をしていただいております。また地域地域においての過疎化に対する現状等も一番把握をされているというところで、これからもその地域のニーズに応じた多様なサービスを提供していただける地域に密着した組織として、公益性地域性を十分発揮されるよう総務省として期待をしているところであります。次吉文君。ありがとうございました。よろしくお願いしたいと思います。もう最後になりますけれども、これは質問じゃなくて実はお願いでございますけれども、昨日予算委員会で総務大臣も NHK 問題で大変厳しい状況で大変苦労されました。ご苦労様でございました。郵便局と NHK というのは比較的古い付き合いがあるわけでございます。それはラジオ体操でございます。これ約80年にわたりまして NHK と郵便局が連携をしながら健康増進のためにさまざまなところで活動してまいりました。しかし民営化以降、このラジオ体操の主幹が官保生命保険という会社に特化されまして、郵便局との間でちょっと離れたわけでございます。ぜひお願いしたいことは、 NHK と郵便局、これは受信料の徴収だとかさまざまなところで大きく貢献してまいりました。 NHK の良い意味での PR だとか健康増進のラジオ体操、これはもう地域に根付いておりますので、ぜひオール郵政の体制でこのラジオ体操がこれからも末永く地域の健康と地域のコミュニティの材料として使っていただきますよう所管する総務省総務大臣に心からお願い申し上げまして、私の質問を終わります。ありがとうございました。南波昌司君。おはようございます。柘植先輩の後を受けまして、民主党の南波昌司でございます。大臣一つ、よろしくお願いを申し上げたいと思います。昨日、大手、民間第一陣が春闘の妥結を大臣いたしました。私がやっておった頃は100円玉を1枚2枚こう積み上げる、そういう交渉をやってきたわけですけれども、今回の春闘のこのありようというのは大きく変わりまして、日曜日の番組ではございませんが、勝つよりもあっぱれというふうに私自身も思っております。受けまして、昨日の回答を受けまして、大臣としてのご感想をまずお聞きしたいと思います。新藤総務大臣。
昨日ですね、自動車電機などの各産業の大手主要企業において労働組合の要求に対し賃金及び一時金に関する回答が一斉に示されたということであります。このベースアップの回答がなされた、また一時金についても前年比増の回答となったわけでありまして、今あっぱれというお言葉が出ましたけれども、私も本当に良かったなというふうに思います。それはやはり受け取る方も少しでも多い方がいいわけであります。それから払える方も払う方もですね、きちんとそれがお支払いできる状況を作ると、この双方が成り立たなければいけません。その意味において我々はこの経済の好循環を作っていこうと、こういうことを今目標にしているわけでありまして、その意味においてこの復興法人、復興特別法人税の1年前倒し措置というのも、これはだいぶ効いたんではないかと、こういうお声も聞かせていただきました。もろもろ含めてですね、我々の政策が実体経済に反映されて、そして国民の暮らしにこのきちんとした形で実感が届けられるように、これからも頑張ってまいりたいと、このように考えております。難波昌司君。もともとその日本 その企業家というのは働くものを非常に大切にしてきた、そういう文化がございました。したがっても私の見方は、いろいろ大臣もおっしゃいました、そういう要因もあったことを私は否定をいたしませんけれども、ようやくですね、ようやく昔のように経営の側が、企業側が、使用者側が働く者に目を向けたと、このように私捉えたいと思いますし、この後もやっぱりそうであるべきだというふうに思います。日本の良き、これも否定的なご意見もございますけれども、日本の労働環境というのはまずはやっぱり年功序列制、こうしたものがございました。そして終身雇用制というのもですね、これも日本の独特の一つの雇用の政策でございました。しかし時が経ちまして、そうした考えというのは非常に経営にとって悪なんだと、こういう流れになったのも事実でございます。そして、正社員から非正規社員と、こういう流れも作られて、まいりました。そしてまた人事の問題、給与の問題で言いますと、能力実績主義、成果主義の導入ですね、これも日本の労働環境というのも大きく変えてきたわけです。加えまして、企業の側は働く側にその投資をするという考えじゃなくって、株主やあるいは将来のこの会社の経営というものを心配して内部留保に力点を置くというですね、そういう経営もやってこられたわけです。昨日契機にいたしまして、この後中小に広がってまいります。また4割近い正規労働者の方のこの問題にもなってくるわけでございますけれども、大臣、私今申し上げましたように、すべてのやっぱり働く者に使用者側がやっぱり目を向けていくんだと、企業の論理だけでやっぱり経営をやっていくんじゃないと、企業というのは社会的なやっぱり使命があるんだというですね、こういう私の考えに対しまして、どのようにご感想をお持ちになられますか。新藤大臣。私も全く同感であります。企業活動は営利を追求するのは何のためなのか、それは利潤を得て、それでこの会社にいる社員の皆さんに給料を払う、そしてその社員は家族を養っているわけであります。ですからこの企業というのは、この経済活動を通じてやはり地域国家社会にこの貢献をするものであると、私はそのように思っています。その役割を果たしていただきたい、お客様に喜んでいただく、でこのより良いサービスを行う、そしてそれによって適正な利潤を得て、そこからこの今度は社員の生活を維持する、家族を養っていく、この好循環が成り立って良い暮らしができるのではないかと、このように考えております。難波昌司君。ここまでは随分気持ちが大臣合っておりますので、この後も一つよろしくお願いいたします。そういたしますと、今度は人事勧告というのがですね、今回の春闘を受けまして、民間賃金の動向の調査を行われて、8月に出されるんだろうというふうに思います。常識的といいますか、このままうまくいけばですね、民賃と、そして、公務員との賃金の差というものが、数字となって多分現れてくるんだろうというふうに思いますけれども、仮の話で大変恐縮でございますけれども、人事勧告で、
仮に、まあ民賃の方がですね、国家公務員の公務員の給料よりも高くなっているという、まあ、数字が出た場合、人事勧告の、まあ、完全実施に向けて、取り組まれると思いますけれども、そのようなことでよろしいございますか。新藤大臣。もとよりこの国家公務員の給与につきましては、これは人事勧告制度を尊重するという基本姿勢に変わりはございません。それからこの人事院の勧告は民間準拠を基本とすると、まあ、これもこれは普遍のものであると思っています。従いまして、まあ、このことがですね、国民からの理解を得るこの基本になっているんだと、そこは変えてはならないと思います。ですので、この人権制度を尊重する基本姿勢に立って、そしてその上で国政全般との関連についてこの総合的な検討を行って、その上で本年の公務員給与の取り扱いというものは決定していくと、このように考えております。難波昌司君。たびたび大臣のご答弁で、まあ、総合的にですね、政府として、検討してまいるという、まあ、ご回答がですね、まあ、この間もあるわけでございますけれども、まあ、それぜひともぜひとも民間には強く、まあ、政府も要請されたわけでございますので、公務員の皆さんにもですね、やはりきちっとそうしたものはですね、制度として担保されたものでございますので、きちっと対応していただきたいというふうに思います。ちょっと重ねてどうですか、もう一言。新藤大臣。やはり公務員給与というものはですね、国民の税金から賄われるものであります。民間企業の利益、まあ、それも国民のそれは消費であるわけでございますが、まあ、しかしですね、このやっぱり国民からの ご理解を得つつ、この適正な給与を作っていくということが重要だと思います。ですから、その意味で私は総合的にと申し上げているのでありまして、基本の民間の人権をですね、尊重すると、この基本に立って総合的な検討というものを行うことが政府の責任だと思っておりますし、それはできる限り良い結果が出せるようにしたいとは思っております。難波昌司君。はい。次にですね、人事院の方にお伺いいたしますけれども、官民給与の実情を踏まえまして、地域間給与のこの差につきまして、配分を見直すと、給与配分を見直すと、こういうお考えが示されておりますけれども、具体的な制度設計のイメージ、そしてその財源というものはですね、原資というものはどこから当てるおつもりなのか、お聞きしたいと思います。古谷給与局長。人事院は毎年、公務と民間の給与の実態調査に基づきまして、その給与水準を均衡させるという、民間準拠の原則に立って、勧告を行っているところでございます。で、毎年4月の給与につきまして、格差があればその格差を解消するということが基本になるということで、先生おっしゃられたとおりでございます。で、昨年8月の給与等に関する報告で言及いたしました、その地域間の給与配分の見直しでございますが、これは公務全体としての民間の給与水準との均衡を保った上で、地域における官民給与の実情を公務員給与に適切に反映させるために行うものということでございます。このようにその本年4月時点での官民格差があった場合につきましては、その格差を解消するということがまずありまして、その上で地域間の給与配分についての見直しを行い、必要な措置を行うということになるということでございます。で、具体的に申し上げますと、民間賃金の低い地域における官民格差と全国の格差との率の差を踏まえまして、現在全国共通で設定しております俸給表の水準の引き下げを行いまして、そこから生じる原資を用いまして、地域手当の支給地域及び支給割合等について見直しを行うことが基本になるというふうに考えておるところでございます。難波昌司君。それを導入する場合ですね、ぜひ頭において対応していただきたいのは、やはり中央や都市部、そして地方ですね、大きなその格差がですね、やっぱり生まれないようなですね、やっぱり十分な配慮を私はお願いをしておきたいというふうに思います。一言どうですか。古谷局長。これから具体的な制度設計に入るわけでございますので、各省職員団体との関係者の意見も聞きながら成案を得たいと考えておりますので、今後引き続き検討してまいりたいというふうに思っております。難波昌司君。はい。じゃあ次の質問に参ります。日本郵政の顧問解任問題でございますけれども、
今月の3日にマスコミ報道がございまして、そして本委員でも質疑が予算委員会でございました。それを受けまして、日本郵政は5日にですね、前社長の顧問の辞任と、そして残りの顧問の3月末付をもっての退任ということを発表をなされたわけでございますけれども、総務大臣とされまして、この日本郵政の顧問制度の問題点ですね、どこに問題があったというふうに政府としてお考えなのか、また具体的にですね、日本郵政にどのようなご指示をなされたのか、お伺いしたいと思います。新藤大臣。この日本郵政はですね、国民にとって重要な事業を行う会社であるということでありまして、これは国民に対する説明責任が常に求められていると、こういうことが基本にございます。で、一方で日本郵政株式会社法ですね、この法において、日本郵政株式会社の取締役の選任は総務大臣の認可を受けることになっております。しかし顧問については法令上の規定はございません。この同社の経営判断により置いてきたということで、民間企業のこのガバナンスに委ねられているということであります。しかしながら、この報道にありますように、この顧問がですね、24名いて、それから年間報酬総額が約2億3000万であると、こういうようなことが結果的にははっきりいたしました。それから前社長がですね、この顧問についているということについて政府内で懸念の声が出ました。私とすればそういったことを含めて、この担当官庁としてですね、その大臣として、この日本郵政にどういう状況なのかということを問い合わせをはいたしました。しかし私の方からこれをこうしてほしいとか、そういうような指示というものはしておりません。難波昌司君。その事実経過はそのようにお受け止めをいたしますが、大臣といたしまして、顧問制度というのは社会一般的にですね、これは通例化をされている制度でございます。政権としてその日本郵政が顧問制度を設けることをですね、けしからんと否定をされるということなのか、あるいはですね、先ほどもありましたけれども、現政権が事実上更迭した前社長ですね、この方が顧問に残っていたから、就任していたから、その問題視をされたのか、その2点をお聞きしたいと思います。新藤大臣。私は先ほど申しましたように、総務大臣の認可権限ではないわけであります。ですから日本郵政の自らのガバナンスによって顧問制度というものはお考えになればよろしいというふうに思います。そして現に西村社長はこれも報道でございますが、この顧問については社長に就任して以降ですね、このやや数が多いのではないかと、いずれ上場前に整理をきちんとしたいというようなお考えもあったということも私聞いております。ですから今回の報道を機に、国民に対する政治説明責任と、こういう観点も踏まえて、また政府内の懸念の声が上がったことも含めて、郵政側が独自に判断をされたということでございます。そして一方でですね、この前坂社長でありますけれども、この坂社長が事実上の更迭だったと思うと、このように官房長官が委員会でも答弁されましたし、記者会見等でもお話しされております。でこれは実態といいますか、坂前社長がですね、平成24年の12月に就任をして、そしてわずか半年程度、翌年の25年6月に短期間で退社されたこと、退任されたことについて、これを事実上の認識としてですね、この官房長官は示されたんだと、また政府としてそういう感触を持ったんだということであります。日本郵政の中ではですね、これは指名委員会、取締役会、そしてこの社内手続き及び取締役の選任、坂社長の辞任を受けて、そしてこの
会社法にのっとった手続きで、プロセスでですね、新しい社長が就任したわけでありまして、解任と、それからそれに更迭をして就任したという、その日本郵政側の手続きとしてそうなっているわけではないわけであります。難波昌司君。まあ、大臣はそのようにおっしゃるんでしょうけど、やはりこの周りから見ればですね、政権がノーと言ったこの社長がやっぱり顧問についていることがけしからないんだと、まあ、そういうやっぱり何も大臣は日本郵政に指導指示はしなかったともおっしゃいましたけれども、やはり受ける側はですね、まあ、無言の圧力といいますか、まあ、政治、まあ、皮膚感覚で、まあ、これお互い分かるわけでございまして、そうしたものはやっぱりあったというふうに思うんですね。で、私はまあこの間もずっと、もうそろそろその日本郵政に対する政治の介入というのはですね、もうそろそろ最小限といいますかね、もうおやめいただけないかということも、この委員会でも私は質問してまいりました。大臣ともそういう議論をまあさせていただいたわけでございますけれども、つまりまあこういう結果が出るというのは、日本郵政がまだですね 100% 株主が国なんだと、こういうことが大きなやっぱり要因なのかどうか、どのようにちょっとご見解を。新藤大臣。私は所管の大臣としてそこをとても注意深く対応したいというふうに思っているんです。ですから先ほど申しましたように、私自身は説明を求めましたが、どうしてほしいということは今回申し上げませんでした。しかし一方で、政府としてはですね、これについて国民に対する説明責任が果たせるのかと、そしてこの顧問前社長とまた他の方がですね、勤務実態がどうなっているのか、それに対する顧問というものが顧問料を支払うことが国民 の理解を得られるのかどうなのかということを懸念をした政府からの表明が出たことは事実であります。で、しかしこれは民間会社ではこの社長や役員が退任された後に顧問として、まあ、そのような報酬を得ながら役を置くことはまあまああると、まあ、こういうことも聞いております。ですから日本郵政はこれからですね、上場会社を目指していく中で、どのような顧問を引き続き今3月31日で退任された後そのまま直接移行することはしないと、こういうことも報道等でまた記者会見で発表されておりますけれども、今後そうしたことは会社の形態を整える上でいい機会としてご検討されるんだと思います。で、委員がご指摘されましたように、私たちは 100% 株主でありますから、そしてこの国民にとってとても大切な事業を行っている、こういうですね、会社について我々は国民のこの気持ちをきちんと受け止めながら、我々としても適切なこの関係は保たなければならないと、まあ、このように思うわけであります。これは民間企業として上場し利益を求めつつ社会還元をする、そしてユニバーサルサービスをしていく、まあ、そういうですね、役割を持った会社として政府と会社のこの適切な距離関係というものは意識しなくてはいけないと、このように考えております。難波昌司君。今の大臣のお話もございました。十分私もその考えですね、理解をいたします。で、改めて確認といいますかお聞きをいたしますけれども、私は昨年5月の21日に当委員会でこの前社長のですね、更迭問題について質問させていただきました。その際大臣は、政治介入というのは極力最小限にしたいと、そして日本郵政の決定、こうしたものは尊重してまいりたいということも述べられました。先ほども似たようなご答弁いただいたわけでございますけれども、改めてその考え方というのは変わらないかどうかお聞きしたいと思います。新藤大臣。確かに先生からですね、そういったご質問もいただきました。その時お答えいたしましたけれども、私は昨年この日本郵政の株式会社に対しまして、郵政民営化の成果を国民に実感していただくとともに、民間会社としてさらなるガバナンスを強めてより良い体制を作るという観点から社長の選任にあたってはそういったものが重要ではないかというご意見は伝えました。そしてそれに従って郵政側はですね、この自分たちの手続きに沿って新たな社長が選任されたわけであります。先ほどから申しましたように、これは大きな会社です。そしてそれがこの民間企業となってですね、国にまた社会に貢献しようと、
いうこの使命を帯びているわけでありますから、そこは企業としてガバナンスを保っていただきながら、そしてしかし DNA としてのやはりこの国の通信やですね、基盤を支えていると、こういうまた地域社会のネットワークを持っているんだと、まあ、こういったこともきちんと根付かせながら あの企業風土というものが作っていけるように期待もしておりますし、私たちはそこで今法律に定められた権限に基づいてですね、いろいろなこのそういった権限は行使をしていこうと、このように考えているわけでございます。難波昌司君、突然ちょっと通告は大臣しておりませんけれども、まあ、関連の質問でございまして、まあ、昨日も本院の予算委員会で NHK の茂木会長についていろいろ質疑がございました。大臣ずっと会長のそばにですねお付きになられて、国会のこの場の中でですねご答弁等々も聞かれておられると思いますけれども、大臣として率直に茂木会長のこの間のご言動ですよね、ご言動についてどのようにまあそのお受け止めをされているのか、ちょっと通告しておりませんけど、どうでございましょう。新藤大臣、私は日本郵政に対する考え方とそれから NHK に対する考え方、これは同じであります。法律にのっとって適切なガバナンスを発揮しながら与えられた使命を果たしてもらいたいと思っているわけであります。そして今回の日本郵政の NHK のですね、会長の就任の記者会見における混乱、これは誠に残念だというふうに思っています。そして会長というしかも公共放送のですね、トップにあるものが私的見解を述べること自体がやはり自分の考え方、発言の整理がうまくできてなかったんだということを、これは厳しく指摘をしたいと思いますし、そのように申し上げております。一方でこの会長はですね、それらの発言をすべて撤回をして、それから自分の指摘の見解がその NHK の会長としての権限行使にはそれを入れないと、そしてあくまで放送法にのっとってこの職務を全うしていくと、まあ、こういうことを再三にわたってお話しされているわけであります。でちょっとすみません、お時間を頂戴しますが、放送法はこの日本の民主主義のですね、根幹です。ですから非常に強いこの自由を与えられております。それは民主主義の発展の原点にあるからだと、これが法律に位置づけられているわけであります。でそれによってこの自由というものを保障されております。で一方で第3条でこれは何人の干渉も受けないと、不当な圧力や何人の干渉も受けずに自分たちで自立を持ってやりなさいと、こういうことが規定されているわけであります。これは議会も含めて政府も含めてのそういった干渉は受けないんだということで、それを担保するために4条においてその代わりに自分たちできちんとした自主基準を作って放送を不偏不党の中立によってしっかりと国民に放送してくださいと言ってるわけであります。しかもこれは一部ちょっとまだ誤解があるかもしれませんが、民間放送も同じです。民営で民放であろうが NHK であろうが同じようにその放送局としての使命を持ってるんであります。ですから私はもし茂木会長が法令に違反する、放送法やその他の法令に違反する行為があるならば、これはすぐさま経営委員会によってチェックなされると思います。しかもその会長の進退やその行動に対してはまず経営委員会がそれをガバナンスすることになっているわけであります。したがって今ですね、今予算が NHK 予算提出されておりますけれども、一切懇人会長の私的見解が反映されているようなものになっているとは私には思えませんし、まだこれから始まってそういったことをしないと言っているわけでありますから、ですから私は国民に対して誤解を与えたり心配を与えたりしたことはきちんと説明を果たしてもらいたいと。しかし会長としてのですね、職務権限外私的な部分のこの言動によってですね、 NHK という公共放送が左右されてはならないと。私はこれからやるべきは会長が役員職員と一丸となって素晴らしいこれまでもやってきました NHK の放送というものをきちんと行って、そして国民からですね、安心をしてもらえるように、まあ、そういう活動でもって私はまず今回のですね、最終的な収支を図ってもらいたいと、このように考えているわけでありまして、法令を遵守して厳密にやる、これは右だとか左だとか赤だとか白だとかっていろんな質はありますが、あらゆることに関して中立でなければダメなんです。
いろんな多様な意見があるのを一方の意見だけを出したらけしからん、これも絶対進むべきだと私は思っております。ですから日本郵政も NHK も同じ考えでお願いしているわけでございます。難波昌司君。私はまあ関連してですねお聞きしたいのは、やっぱり世間一般で見るとですよ、世間一般で見ると今回のその郵政の顧問問題の顧問の解任問題ですよね。そしてこの NHK の会長はこれはもう社会問題化もしておりますし、国際問題化も大事、それしてるんですよ、それはしてるんです。それはそのように、まあ、おっしゃるかもわかんないけど、それはもうここまで大きな騒ぎになっておるわけですからね。そうした社会問題化している、国際問題化しているもみ会長はですよ、政権はお守りになられて、そして日本郵政の前社長は民間企業になって、郵政が民間になってですよ、民間に移行して最高益を出した社長なんですよ、最高益を出した社長でございます。更迭された前社長、民間以降、民間になりまして、郵政が民間になりまして6年経って最高益を出した社長なわけですよ。かたや社会問題化している、国際問題化しているもみ会長を守り、かたやですよ、経営は失敗していない、経営はしっかりやった、国民の期待に応えた、その社長は更迭をされ、今回も顧問の解任をされるというね、この現実をやっぱり国民の皆さんにどう説明するかというのはですね、やっぱり大臣、お気持ちは私も分かりますけど、おっしゃったことも分かってるんだけど、私も分かってるけれども、ここは国民の皆さんにですね、やっぱりね、分かりやすくお答え、ご説明していただきたいというふうに思います。新藤大臣。少し前の答弁が長く時間を頂戴しましたから、今回は短くいたしますが、私は一貫をして法令にきちんと乗っ取った形で運営がなされるべきであるということであって、不当な政府からの圧力を、いや干渉は行ってはいけないんだと、このように私も考えているんです。同じようにその他のさまざまな圧力やまた干渉に思われるような、そういったこともこれはぜひですね、法律の趣旨というものをご理解をいただきたいと思っているわけであります。何よりも仕事で NHK 今会長になったばかりで、しかも何の仕事も始まってない時点でですね、資質の問題を捉えて、でそれはとの取り消しをし、その会長がですよ、法令違反をすることを前提にして確信犯的にそれをやろうというならば、これは私どもはこれは一切認めるわけにいきません。でもそれは自らが全て撤回をされ、そういったことはもともとから気持ちはございませんと、最初から私的見解を述べようと言われて、述べてはいけないところで述べたことが間違いだったわけでありますから、このこととですよ、一方でこの政権がこの交代する 100% 株主の政府のですね、が関与している、そういう会社に対してですね、この不自然な形での社長交代が行われて、そしてさらに加えて、このその懸念に加えて、よりよく民間会社として伸びていくためにはどういう形態がふさわしいかということをお考えの上で、まあ、結果的には民間の、まあ、日本でも指折りの経営者でございます。そしてまた確実に今までとは違った形で、今までのものを引き継ぎながらより良い形が見えてきています。私はこれはいずれもですね、かたやこの郵政は郵政の法律に基づいて手続きが行われた、 NHK はこの放送法に基づいてきちんとチェックした上でこの仕事を進めていく、何も変わりはないということでございます。難波昌司君。まあ理論がこの整然としているか、まあ、理論が合っているかどうかというとですね、ちょっとやっぱ私は苦しいというふうに思いますよ大臣。それはそれでね、郵政は確かにまだ 100% 国が株主でございます。しかしまあ民間の株式会社であることはまあ間違いないんですね、経営形態的には。 NHK の場合には特殊会社なんですよ。でこの経営形態の違いから言えばですよ、やっぱり特殊法人たる NHK に対して、やっぱりこの政府というのはですね、日本郵政よりもよりやはり厳しい目で、より厳しい目でね、私は対応すべきというふうに考えるんですけれども、同列じゃ私はないと思いますよ、同列じゃない。まあ当然恣意的なことがね、恣意的なことが、あるいはまあ政治介入というのがこの入ることは、これは当然まあ問題でございますけれども、やはり NHK の特殊法人というですね、この
経営形態からしても、私は日本郵政に対してあまりにも厳しすぎて、NHK については本来厳しくあるべきものが寛容しすぎじゃないかということを申し上げたいんですよ。これも重ねて。どうでございます？新藤大臣。私は先ほどから申し上げてありますように、その一方で寛容であって一方で厳しすぎるではなくて、これは法律にのっとって、これは適切に指導監督また寛容をしていくべきだということの一点に尽きるわけであります。結果の事象として、その今委員がおっしゃっているのは、情緒といいますか感情としてですね、また国民の間でそういう声が出ているのかもしれません。それはいろんなお声があっていいと思います。でも私たちは政府というのはそういったものに対してやはり厳密にこの 法律にのっとって、それを原点として活動していかなくてはいけないわけでありまして、いずれにしてもそれは結果がやはり結果で証明をされなければいけないと。郵政が素晴らしい成果を上げていただくならば、それが今回の人事の成功になると思うし、しかも私はあえて申し上げれば、今の郵政の形というのは歴代の郵政となった経営陣が作り上げてきた結果でありますから、ですからこれまでの良いものは引き継いだ上で、さらに改善するためのものを経営的に工夫していくと現社長もおっしゃっております。ですから今までのことを否定するつもりもありません。NHK においてもこれは結果としてしっかりとした放送していただかなきゃならないし、ましてやこの災害やですね、国土の強靭化の問題、さらには国際放送のですね、強化、こういったものをですね、求められておりまして、現会長のこの良いところというのがあるわけであります。そういったものを早く発揮できるように期待をしているということでございます。難波昌司君。はい、もうすれ違いで終わるんでございましょうから、明日も集中がございますんで、お譲りしたいというふうに思いますけれども、官房長官は、今回のこの郵政の顧問問題、国民から全く理解をされないと、こういう発言をなされておられるわけです、ございますけれども、私からいたすればですね、茂木会長、そしてお二人の経営の方の方がですね、私は国民にとって理解ができないんだということを申し上げて、もうこれは明日の議論にお譲りをしたいというふうに思います。残り時間がなくなりまして、ちょっと大臣大変申し訳ございませんが、質問飛ばしますので、申し訳ございませんが対応をお願いしたいと思いますけれども、次は選挙関係について、残り時間でご質問させていただきたいと思います。来年はご案内のとおり、統一地方選挙の年でございます。全国的にそういう意味では選挙イヤーになるわけでございますけれども、昨今のやはり選挙というのは、投票率がやはりなかなかこの向上せずにですね、定率のままで推移をしているという状況もございます。したがいまして、今は行われているそのことでいうと、全国的にやっぱり投票所がですね、減少しているという、この事実ですね、この事実、そして投票時間の繰り上げ、繰り下げというのも、ずいぶんですね、注意して見ますと、ずいぶんこれも増えておるわけでございます。で、そこで大臣にちょっとお聞きをするわけでございますが、こうした投票所の減少、あるいは投票時間の繰り上げ、繰り下げ、こうしたことをです、こうしたことが行われることによって、投票率がですね、下がるという、こういうことも関連するんじゃないかというふうに私は考えておりまして、総務省としてどのようにご認識をされて、そしてどう対応されようとなさっておられるか、大臣にお聞きしたいと思います。ちょっと新藤大臣。飛ばしましたけど、すみません。まず投票の権利というものは、これは民主主義の最も基礎的な部分であります。ですから投票の機会を広く、そして確保することというのは極めて重要であると思います。そしてそれはこの公職選挙法の第40条の1項ただし書きの規定によって、今ご指摘のございました投票所の閉鎖時刻の繰り上げ等につきましては、この
当該の選挙管理委員会がこの判断によって特別な事情がある場合には行うことができるとなっているわけであります。私も聞いている限り例えば山間部でとか寒いところでですね、また夜危ないとですから、でしかも大体この時間までに通例投票が済んでいると、こういうような実態があるところについて選管が判断しているようでありまして、私とすればこの各選挙管理委員会が地域の実情に応じてこのことが投票率の低下につながらないようなそういう運用するのはまず一義的に、地区の事情をよく承知している選管が行うことにできることになっているわけでありますから、その趣旨をぜひですね、きちんと把握した上で適切な運用に努めてもらいたいと、我々はそれを指導していきたいとこのように考えています。難波昌司君、ぜひですね、安易にですね、安易に、そういう制度を使うということのないように、ぜひとも総務省としてですね、注視をしていただきたいというふうに思います。もう時間がなくなりましたが、もう一点ですね、在宅投票制度についてお伺いをしたいというふうに思いますが、現在郵便等による投票が認められているのは重度身体障害者と介護保険の要介護5の方々に今限られておられるわけでございます。この方々の参政権のですね、やはり保障というものをきちっとやっていくことが重要じゃないかというふうに思います。従いまして、今後このような重度、身体障害者の方あるいは要介護の方たちのですね、この投票の参加に向けたですね、ぜひとも要件の緩和や、そして制度の見直しをですね、お願いをしたいというふうに思っておるんですけれども、そのあたり大臣、どのようなこの後対応をしていくおつもりになるかお聞きしたいと思います。新藤大臣。まず選挙の投票、これはできるだけ多くの方に機会を確保する、これは当たり前のことであります。加えて選挙の公正を確保して選挙に対する信頼を得ると、このもう一つの役割があるというふうに思っています。この郵便等による不在者投票、これをいわゆる在宅投票というわけでありますが、実は不正が横行して、昭和26年には鹿児島の市議会と聞いておりますけれども、全員が選挙無効になったと。で27年に一旦廃止されたわけでありますね。しかしそれを昭和49年に身体障害者手帳における一定以上の重度障害者に限ってこれは各校で再創設いたしました。そして今お尋ねのこの介護保険要介護5のものを対象にするこの改正は平成15年にこれは議員立法で各党各会派のご議論でやっていただきました。したがって今後ですね、これの拡大を含めて、委員がお話しされましたように、このいろいろな方々にこの投票機会をどう確保していくか、これにつきましては各党各会派でのですね、ご議論がなされるのではないかと、またそういった国民の基本となる権利でありますから、こういったものを踏まえてですね、ご議論をいただきたいと、我々とすればそれを踏まえた対応をしていきたいとこのように考えております。難波昌司君。あとですね、選挙における字幕放送、字幕放送ですね、こうした問題や、そして、巡回投票、こうしたことの取り組みや、また船に乗られておられる方のですね、船員の皆さんの洋上投票の関係、こうしたものも選挙の中でですね、指摘もされておるわけでございまして、どうかそういったこと全体トータルですね、ぜひとも総務省として、参政権国民の皆さんのこの権利ですね、このことをきちっとやっぱり保障できるそういう対応をですね、やっていただくことをお願い申し上げまして、私の質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。石上俊夫君。民主党新緑風会の石上俊夫でございます。先日東日本大震災3周年の追悼式に出席をさせていただきましたが、本当に胸の痛む本当に思いをしました。東日本大震災から3年が経ちましたけれども、犠牲になられた皆様方に本当に哀悼の意を表すとともに、未だに避難を強いられている皆様、さらには
犠牲になられ被災された皆様すべての方に、心からお見舞いを申し上げたいと思います。今日はですね、さまざまな観点から、質問させていただきたいと思いますが、まず、消防団員の方々の安全確保について、質問をさせていただきたいというふうに思います。東日本大震災、岩手、宮城、福島各県で、さまざまこの消防団員の方々が、この任務遂行中に、この犠牲になられたと、亡くなられたという形を聞いております。その犠牲になられた方々何名おられるか、ちょっとお教えいただけませんでしょうか。市橋次長。東日本大震災におきましては、岩手県で119名、宮城県で108名、福島県で27名の計254名の消防団員の方が犠牲となられました。このうち住民の避難誘導や救助活動など消防団としての公務中に犠牲となられた消防団員は岩手県で90名、宮城県で84名、福島県で24名の計198名となっているところでございます。石上俊夫君。はい、ありがとうございました。この200名近い方が公務中に亡くなられたということでございます。さまざま見ていきますと、岩手県の大槌町ではですね、当然、地震で停電をしますから皆さんの避難を誘導するためにはこの火の見やぐらのところで反照をずっと打ち鳴らしてですね、皆さんの避難を誘導していたと、そういった中で最終的にはその津波に襲われてこの火の見やぐらごと倒れてですね、被災され犠牲になられた方とか、さらには、住民の皆さんをこう輸送するその3往復目でですね、津波に襲われて亡くなられた方とか、さらには消防団員の方、この水門を閉める役割があるんですけれども、その水門、一箇所だったらまだなんとかなったんでしょうけど、何箇所か探知をしていると、それが自分の使命ですから、それを遂行するということ、この時間がかかったことによって、津波に飲まれて亡くなられた方が多数おられるというふうに聞いております。大変この東日本大震災で多くの、方々がお亡くなりになられたわけでありますけれども、あれから3年が経ちまして、改めて新藤大臣からこの亡くなられた消防団員の方々にお言葉を賜られれば幸いと存じますが、よろしくお願いします。新藤大臣。まずこの東日本大震災のことをですね、考えますと本当に胸が痛みます。たくさんの方が亡くなって、そしてまた被災に遭われた方はいまだにこの復興の中で苦しんでいらっしゃいます。何よりも私が我々が肝に銘じなければいけないのは、どんなに町がこの戻り、そして人々の暮らしが元気になって笑顔があったとしても、その中にですね、深い悲しみ、傷は消えないわけでありまして、これは私たちが言葉で言えるものではありませんが、そういう東北の皆さんの被災された方々の痛みというものを私たちはいつも忘れずに、またそれを決してですね、表面上のことで理解してはいけないと、こういう心構えだけは崩さないでおきたいと、このように思っております。私も直接被災者の方で、本当に偶然生き残ったと、どういうふうにして生き残ったかという話を何人からも聞かされておりますから、その意味においてですね、この問題痛ましいことであります。そして誰もが思うことは、あの一回なんです。あの一回がなければと思ってずっと暮らしている人たちがいるということであります。でその中でこの消防団員が、これは公務中も含めてですね、たくさんの方が犠牲になりました。しかもそれはこの、まさに住民避難のために、私も聞いた話でありますけれども、津波を見ることなく、後ろから津波が来ていることも知っていながら、恐怖もあったと思いますけど、振り返らずに背中を向けて海にそのまま亡くなっていった方も いらっしゃるわけでありまして、こういう方々をですね、尊い犠牲というものを我々はこれを永遠にこの検証していかなくてはいけないと、このように思いますし、そういう中で私も昨年この消防団の殉職者に対する慰霊祭がございまして、参列いたしましたけども、来た家族の皆さんをですね、それはもう小さい子どもたちがもう本当にけなげに出てくるわけです。ですから、そういうことを考えると、何としても、この一日も早い復興と、それからこういった犠牲になられた方々のためにも
災害はいつ来るかわからないし、必ずどこかであるわけでありますから、それに対処していかなくてはいけないと。私この間大島のに行っても申し上げました。それから先週土曜日に石巻行きまして、消防とそれから消防団の方々お集まりいただいて、皆さんからの話も聞かせていただきました。そこでこちらから申し上げたのは、皆さんが尊い活動して自分の役割に使命を果たすことはよくわかると。でも自分が命を失ってしまったり、自分が被災してしまっては人を助けられないんだと。だからこのまずは自分の安全を図ってくださいと。そして我々はその安全マニュアルというものを、ガイドラインなりですね、マニュアルというものをきちんと作って、それの研修もしなくてはいけない。それからこの間のその震災のですね、大震災の経験をもとに、必要な装備品というもの、各則がございますから、こういったものを整理をして、より実践的なこの整備をしようではないかと、こういうようなことをですね、私はやらせていただいております。ちょうど昨年本年が消防団の設置120年なんです、明治以来で。自治体消防65年の節目を迎えて、昨年に天皇皇后両陛下お出ましをいただきまして、盛大な式典もありました。消防団の原点にあるのは愛教心と公共心です。日本の原点です。ですからそういう方々をですね、堂々と胸を張って今活動していただいておりますが、一方で消防団の減少という団員の人員不足というものもございます。ですからそういうものも含めて、私たちとすればここで消防力の強化に対する法律を作っていただきましたから、これらも踏まえてしっかりと対応していきたい。それがこの大震災で犠牲となられた消防団員のそういった魂、御霊にですね、お応えすることではないかと、このように考えております。はい、石上俊夫君。はい、ありがとうございました。先ほど大臣の方から、マニュアルも作っていると、東日本大震災の消防団員のこの犠牲を受けてですね、マニュアルを徹底すると、今しているという話がありました。住民の皆さんのやっぱり安全確保するためには、やっぱり防災という観点でしっかり進めないといけませんが、やっぱり消防団員の方々のこの安全を確保するためにはマニュアルをしっかりしないといけないという、これは私も本当に同感でございまして、それをしっかり進めていただければというふうに思います。そしてそのマニュアルなんですけれども、今全国都道府県というか地域の方で6割近いところがですね、マニュアル作成済み、さらには検討中だということをお聞きいたしました。で、私どももちょっとマニュアルの中を見させていただいたわけでありますけれども、マニュアルを作ることについてはこれ全然問題ないです。問題はこの中身なんですね。やはりその本当にこの今先ほど新藤大臣言っていただきましたけれども、消防団員の自らの命をまず優先、最優先で、家族の命最優先というこの思いをしっかりマニュアルに入れ込んでですね、そしてこの今の消防団の組織88万人とお聞きしておりますけれども、末端に至るまで徹底しておかないとこの犠牲が絶えないんじゃないかというふうに思うんです。そういう観点でマニュアルを見させていただきますと、どうもですね、そのなんですかね、海の近いところ、ちょっと離れているところ、温度差があるかもしれません。しかしその自らの命をこのまず守ると、そして最優先するという、そういう文言がですね、書いてあるマニュアルと全然そういったところに触れてないマニュアルが見られるわけであります。ここのところをですね、しっかりと徹底していただきたいというふうに思います。やはりどう見てもですね、そのやっぱり消防団員の方は使命がありますから、やっぱり突っ込んでいっちゃうわけであります。で、自らですね、その消防団員の方が自ら自分自身でその何ですかね、その危険なところから退避するというのはすごくこの何ですか、勇気がいる行動になってくると思うんですね。そのためにはやっぱりしっかりマニュアルを歌う、このことがやっぱりこの組織としてやっぱりこの守っていく、やっぱり一つのこの基本になるというふうに思います。その点について消防法の37条の消防長官の助言、勧告及び指導、このことに基づいてマニュアルにしっかりと自分の命、家族の命を守るための避難行動を最優先すべきとの記載を徹底するべきというふうに思いますけれども、消防庁長官いかがでしょうか。大石長官。お答えいたします。東日本大震災において活動中の多くの消防団員の方が犠牲になられました。その教訓を消防団員の安全対策に生かすことが私どもの責任であると考えております。
消防庁では平成23年11月に大規模災害時の消防活動のあり方について検討会を立ち上げまして、報告書をまとめていただきました。これを受けまして平成24年3月に、消防団員は自分の命を守ることによって多くの人の命を救うんだという考え方をもとに、団員は避難のリーダーとして避難誘導をしながら住民とともに避難すること、また救助活動にあたってはライフジャケットを着用することや安全のため待避時間を十分に確保すること、こういった留意事項を盛り込んだマニュアルを作り、市町村に周知徹底をしたところでございます。引き続きこの命を守るためには自分たちの命、これを大事にすることが大事なんだということをさらに徹底をしてまいりたいと思います。それから消防団員の装備につきましても、先ほど大臣からも触れていただきましたが、トランシーバーやライフジャケットなどの充実を図るために装備基準をこの2月7日付で改正しておりまして、これに対応して来年度の地方交付税措置も大幅に引き上げていただく予定となっております。それから消防団員の安全対策が現場活動で着実に実践されることが重要でございますので、消防学校における消防団員の教育訓練の基準の見直しを行いまして、来年度から現場活動の管理責任者であるいわゆる部長さんとか班長さん、こういった方々中堅幹部団員に対する教育訓練の充実を図ることとしております。今後とも消防団員の安全確保の万全を期するために、先ほどご指摘のございました消防組織法37条に基づく助言も含めて、さらに万全を期してまいりたいと思います。石上敏夫君。はい、ありがとうございました。新藤大臣の所信表明の中にもありましたけれども、昨年、成立しました消防団を中核とした地域防災力の、充実強化に関する法律、これに基づいて以前200万人と言われた消防団を今188万人ということで減っているわけでありますので、その、加入促進等を進めていくという話もありましたので、ぜひ、この件に関しては徹底いただければというふうに思います。消防庁長官の質問は以上でございますので、取り計らいお願いいたします。ご退席いただいて結構です。続きまして、ちょっと話中身は変わりますけれども、無料無線 LAN について、お聞きしてまいりたいと、そういうふうに思います。東日本大震災で、この無線 LAN、なんですか、災害に強いこの情報提供機関というかですね、ツール、安否確認のツールということで、注目を集めてきているわけでありますけれども、無線、この無線 LAN の増設、このことに対してですね、予算がどれくらいついているか、補正予算、本予算を含めて、どれくらいの手配になされているかをちょっとお聞きしたいと思いますが、よろしくお願いいたします。吉田政策統括官。先生ご指摘のように無線 LAN につきましては災害に強い通信手段だというふうに考えておりまして、そこで平成25年度補正予算におきまして、地域 ICT 強靭化事業21億円の一部といたしまして、避難所等に公衆無線 LAN の整備を行います地方公共団体等に対する補助事業を計上いたしているところでございます。石上敏夫君。ありがとうございました。ただいまご説明をいただきましたように補正予算で21億円ということでございます。この21億円の中にはですね、用地をこう買ったり、あと道路に対する費用ですとか、さらには鉄塔を設置する費用等も含まれているわけでありまして、そういった意味では国としてどんとしたその無線 LAN、 これをこう拡大していくためにどれくらいの箇所がこの21億円でできるかというのはちょっと少ないんじゃないかなというふうに思うところであります。お隣の韓国では災害対策というよりはですね、スマートシティというかスマート化というところを主眼に置いたようでありますけれども、ソウル全域で無線 LAN の環境の整備費用としてですね、5年間で670億円、これを確保しているというふうにも聞いております。そういった意味ではいつ来るかわからないこの大震災でありますので、災害に強く安心安全な街づくりに向けて、
この日本ももう少しですね、しっかり予算をつけて、確保し、その災害に強いと言われている公衆無線 LAN でありますから、充実に向けて力を注いでいかないといけないんじゃないかというふうに思いますけれども、その点についての考えをお聞きしたいと思います。上川総務副大臣。ご指摘 の地域 ICT 強靭化事業ということでございますが、平成26年度当初予算で、要求していたものを、この災害対策における公衆無線 LAN 整備の、重要性とか緊急性に鑑みまして、平成25年度補正予算に、前倒し計上したものであるということでございます。でまずはこの補正予算の早期執行に、取り組んでいきたいというふうに、思っております。そもそも公衆無線 LAN の整備にあたりましては、何よりも官民の適切な役割分担の上で、進めていくことが大事だというふうに考えておりますし、また災害時の無料開放ということに向けました環境整備も大変重要でございます。昨年9月でございますが、携帯電話事業者等が中心となりまして、釜石市とまた仙台市におきまして、この大規模災害を想定した公衆無線 LAN の無料開放実験を実施をしております。これは普段利用している携帯電話事業者に関係なく、誰でも無料で無線 LAN に接続できるということを確認するということでありまして、こうした成果を含めまして関係省庁間でのルール整備ということについても検討しているところでございます。今後の全国展開に向けまして、全国の具体的なニーズをしっかりと精査しながら、官民連携を深めながら、国としてしっかりと支援してまいりたいというふうに考えております。石上敏夫君。はい、さまざまな課題があるかというふうに思いますけれども、ぜひ積極的な推進をお願いしたいというふうに思います。この無線 LAN はですね、東京オリンピック、パラリンピックにおける、海外からのお客さんに対しても大変有効ということで、海外から来るお客さんの中でやっぱり苦労するところというのは、この、無線 LAN の環境がないというところを指摘されているわけでございます。先だって予算委員会の中でも、副大臣にご質問させていただいてご回答いただきました。自治体と、関係、団体さんと、協議をしながら、今後進めていきたいんだと検討していくというようなご回答をいただいたわけでございます。やはりこの無線 LAN は24時間対応できて、無料、そして多言語である、そしてこの手続きがこの複雑じゃないというのがやっぱり重要だというふうに思うんです。そんな中で私どももいろいろこう地域を見てみますと、この辺の近くの銀座通りですね、そこにG フリーという無線 LAN の無料ですね、このエリアがあるんです。銀座1丁目から8丁目約1キロの中であります。これはどういう時にこうなんで設備したかというと、世界銀行年次総会の開催に合わせて2012年の9月30日から導入されたということで聞いております。これが今のその中ではですね、一番この国が進めるパターンで適しているのではないかというふうに思うんです。それはなぜかというと、コンビニがやるのはですね、やはりこの事業のこの拡大とか、どういう年齢層かというところで、このビジネスのところに偏るわけです。もう一方では自治体がやるというのは、これがまた自治体だけでなってしまうわけです。この銀座のところはどうかというと、自治体とその商店街が連携をして、そして費用を出し合ってやるという、こういうパターンになるわけであります。で、銀座の街は電線通ってませんから、この街灯の電源ボックスの上にこの通信機を置いてですね、場所を確保する。そしてその1キロでありますけれども、費用は1800万円、そのうちの3分の2は東京都の中央区が負担をするという、こういう構図で成り立っているわけであります。こういうことをですね、やっぱり国としても指導し進めていただければ、もっともっとこの観光に対してもこの無線 LAN の環境をですね、しっかり進められていくのではないかなというふうに思っています。この銀座の、銀座通り連合会 G フリーという名前で、この無線 LAN の名前が出ているようでありますが、ぜひこの G フリー方式によって進めるべきというふうに、私は考えておるわけでありますけれども、そのことについてのお考えをお聞きしたいと思います。上川副大臣。ただいま先生、委員の
井野先生ご指摘のとおりでございまして、無線 LAN におきましては、無線 LAN そのものについては、容易に公衆のインターネット環境を整備することが可能ということで、大変期待をされているシステムでございます。特に事前に10年のオリンピックということでございまして、これに向けて、特に外国人の旅行者が大変たくさん訪れるということでありますので、そのインターネット環境を提供する手段として期待されていると。この上で、ただいまご指摘の G-FREE というシステムでございますが、現在、銀座通りと晴海通りということで、無料でかつ事前登録手続きのなしのインターネット接続が可能と、こういうことでございます。この事前登録手続きなしの無料公衆無線 LAN の提供ということについてはですね、簡便な利用を求める声という意味では大変重要でございますが、同時に無料無線 LAN が犯罪等に悪用されるという際の一定の事後追跡可能性の確保等ということについても要請があるところでございまして、こういうことも含まれまして、関係省庁、また関係団体も協力しながら、外国人の旅行者にとって、我が国の無料公衆無線 LAN の使い勝手がより向上するような検討を進めてまいりたいと思っております。G-FREE のシステムも一つの大きなモデルになりうるということでございますので、そうした成果をよくよく検証しながら取り組んでまいりたいというふうに考えております。石上敏夫君。はい。ありがとうございました。6年後には必ず東京オリンピック・パラリンピックが来るわけでありますから、先ほども申し上げていただきましたが、事前登録がないというのが一番ですね、やっぱり効果的ではないかなというふうに思うんです。ぜひ今、そのコンビニ、飲食店、確かに犯罪に使われるというところはありますけれども、ぜひこの東京オリンピック・パラリンピックに向けてですね、無料で、登録なしでと、ぜひそういう環境をということで、呼びかけていただいて、早期無線 LAN の完備にですね、向けてのご決意をもう一度お聞きしたいというふうに思います。上川副大臣。この無料公衆無線 LAN の整備ということでございますが、実は平成23年の10月に観光庁のアンケート調査が実施されたところでございますが、この折に外国人の皆様にとりまして、この無料で公衆無線 LAN を容易に利用できるということに対する大変高いニーズがあったというふうに思っております。その後、ビジネスベースで大変整備が進んでいるということでございまして、現段階、直近のニーズを踏まえた上で、この整備にあたって検討してまいりたいというふうに思っておりまして、そういう意味で昨年12月から実は調査、総務省で進めているところでございます。より詳細な外国人旅行者のニーズの把握と、そして同時に海外における無料公衆無線 LAN の提供状況等も十分に調査した上で、その結果を踏まえまして、無線 LAN のアクセスポイントのさらなる普及促進というところに向けまして、国としてどう対処していくかということについて、検討を進めていきたいというふうに思っております。総務省として、先ほど来のお話にありましたとおり、2020年オリンピック・パラリンピックの東京開催と、大変大きな時期に向けまして、関係省庁、関係団体、協力をしながら、こうした簡便で無料で公衆無線 LAN に利用できるような環境整備に全力で努めてまいりたいと思っております。石上敏夫君。はい、ありがとうございました。ぜひよろしくお願いしたいと思います。時間が過ぎてきましたので次にご質問に入りますが、ICT の成長戦略における社会インフラの効率的な維持管理について質問させていただきたいと思います。日本の社会インフラというのは戦後高度成長期に一気にこの整備されたわけでありまして、社会インフラがすでにその建設から30年から50年経っているわけであります。20年後には建設50年超の橋梁が約7割、トンネルが約5割に増加するということで言われているわけでありますけれども、先だっての予算委員会で新藤大臣からインフラ長寿命化計画を策定することになっておると。で、その国の整備に合わせて地方もしっかり対応できるようにというご回答をいただいたわけであります。老朽化が進むこの社会インフラの維持管理に対してですね、この ICT をどのように利活用して対応するお考えなのか、
短期的にやること、そして中長期的にやること、このことについてお聞かせいただきたいと思いますが、よろしくお願いいたします。武井総括審議官。お答え申し上げます。総務省におきましては、総務大臣の主催のもと、ICT 成長戦略会議を開催いたしまして、昨年6月に ICT 成長戦略を取りまとめましたが、その一環といたしまして、先生ご指摘のように ICT を活用した社会インフラの効率的な維持管理に関するプロジェクトといったものを打ち出しているところでございます。具体的には短期中長期的なものと2つございますけれども、短期的なプロジェクトといたしましては、低コストでの道路管理を実現するために、路線バス等の車両に搭載した画像カメラ、振動センサー、こうしたものの情報に基づいて路面状態を効率的に把握できるシステムの開発実証、これを実施する予定でございます。また中長期的なプロジェクトといたしましては、橋ですとかトンネル、道路などに設置したセンサーの電池を5年間交換不要とすることに、これを目標といたしました低消費電力通信技術の研究開発、これに必要な予算を平成26年度予算の政府原案に計上させていただいているところでございます。総務省といたしましては、関係省庁とも連携しながら横串機能を持つ ICT の活用によりまして、社会資本の整備、維持管理の効率化、高度化に貢献してまいりたいと思っております。石上敏夫君。はい、ありがとうございました。ただいまご説明いただきましたけれども、確かに将来にわたってですね、今この技術開発をしながらさまざまデータを蓄積していくっていうのは、これ大変重要だと思うんです。しかしですね、現状でも橋が全国で70万本、トンネルが全国で1万本あってですね、かつ5年ごとにこの点検をしなさいということが義務化されてきているわけでありますから、確かにこういうさまざまな厳しい環境が目の前にあるわけでありまして、そのことに対して、総務省としてですね、各自治体とどのように連携して、効果のある予算の無駄のない効率的な強靭化を進められるおつもりか、その点についてお聞きしたいというふうに思います。佐藤自治財政局長。これから公共施設が大量に更新しなければならない時期を迎えることになりまして、これに適切に対応するということが非常に重要だと思っております。この老朽化対策というのは、長期的視点から総合的に行われることが必要だと考えておりますので、我々といたしましては、新年度に地方団体に対して公共施設等総合管理計画の策定を要請する予定でおります。この計画は具体的には、当該地方団体が所有する公共施設全体の現状を把握した上で、将来の人口動態や財政の見通し、あるいは施設の維持管理修繕更新等に要する経費の見通しなどを分析する、そうした現状把握や分析の上に立って、公共施設全体に関する点検診断、統廃合、更新長寿命化、さらには除却などの管理方針を定めてもらいたいというふうに考えております。こうしたことによりまして、財政負担が軽減平準化されるということもありますし、また公共施設全体の老朽化対策が計画的に実施されるということが期待されると思っております。そこでこれに対する支援ですが、総務省におきましては、まず計画の策定指針を新年度早々にも示したいと考えております。その上で、各地方団体が計画策定に要する経費については、特別交付税によって財源措置をしたいと思います。さらにこの計画に基づいて公共施設の除却などを行う場合には、特例的な地方債を発行を認めるということで、今回法改正をお願いをしております。石上敏夫君。大変作り上げられたインフラの整備というのは大変だというふうに思いますけれども、ぜひ連携をしながら対応いただきたいと思います。次に産業を元気にするという観点で質問したいというふうに思いますが、競争力強化、これは本当に重要でございまして、半導体の工場でもさまざま規制があってですね、それをなんとかしないとこの競争力が上がらないといったところがあるわけであります。一つ例を申し上げますと、高周波を利用する、電源とか超音波洗浄機、さらにはプラズマの発生装置とかですね、さまざま半導体の工場というのは使っているわけであります。これが電波法100条によってですね、ある一定の性能を超えると、総務大臣の許可が必要になってくるわけでございまして、
届け出が必要なんです。でこれが装置ごとに申請をするというこういうルールになっていて、審査時間が長い。私が聞いた中では1ヶ月ぐらいかかるって言われてるんです。でさらにはその故障した場合ですね、同じ性能を持つ装置に変えかけた時にももう申請が必要なんじゃないかなとも言われておりまして、そのことについて、ちょっと消防庁の、見解というか考え方というかお聞きしたいと思います。吉良総合通信基盤局長。お答え申し上げます。電波法においては10キロヘルツ以上 の、 高周波電流を利用する設備は高周波利用設備としてしまして、漏洩電波が混信または雑音として他の無線通信に妨害をすることがないようその設置にあたりましては許可を得るというふうに行っております。で高周波利用設備の設置許可申請に対する標準処理期間というのがございまして、これ行政手続き法に基づきまして1ヶ月としているところでございます。まあ、確かにですね、例えば100キロワットといった出力が大きい設備につきまして実際に現地に、調査を行う必要もございますので、1ヶ月程度要する場合がございます。しかしそれ以外の多くの場合は2週間から3週間で処理を終えている状況になっております。また今ご指摘のございました故障した場合の予備品への取り替えにつきましては同一仕様の予備品に交換する場合には変更の許可及び届け出は不要としておりまして当初設置許可のまま引き続き利用が可能になっております。で高周波利用設備の許可申請の処理につきましてはやはり審査マニュアルの充実徹底それから審査内容の不備の事例や申請内容の不備の事例やその補正方法の周知等を図ることによりまして今後も処理の迅速化には努めてまいりたいというふうに考えております。石上俊夫君。ぜひお願いしたいと思いますけれどもやっぱり一社にですね数千台ってあるわけですね。で数千台をいついつこの申請をするって相当これ大変なんです。マンパワー効率これないですよね。効率感ではないのでぜひその辺を見直したいのとあとその工場の中で使ってるわけですから工場この全体でこのなんですかね測定すれば電波の漏洩って分かるんじゃないかなというふうに思うんです。そういう申請でダメなのかといったところを、ちょっとお聞かせいただけないでしょうか。吉良局長。お答え申し上げます。高周波利用設備の設置許可申請方法につきましては無線局免許手続き規則というのがございまして、規則に規定するこの種別がですね同一であれば設置場所ごとに申請ができるというふうにこうされております。で現行の手続き規則に規定するこの今申し上げました種別につきましては通信設備である高周波利用設備としては、一つには電力線を用いた通信設備それから例えば列車無線設備のような誘導式通信設備それからフェリカのような誘導式読み書き通信設備の3種類が規定されております。でそれから今申し上げたのは通信設備である高周波利用設備でございますがまた通信設備以外の高周波利用設備としましては MRI のような医療用の設備それから木材乾燥装置のような工業用加熱設備その他超音波洗浄機のような各種設備の3種類がこう定められております。でこの6分類というのは設備が使用する周波数だとか高周波出力それから利用形態の類似性に着目して分類しているものでありましてこの6分類ある中でのうちのいずれかに該当する設備につきましてはその設置場所ごとに1枚の申請書によりまして複数台の申請を同時に行うことが可能でございます。で従いまして、例えば半導体工場関係の申請につきましては一般的には各種設備に該当する場合には現行制度におきましても1枚の申請書により複数台の申請を同時に行うことは可能でございます。石上俊夫君。ちょっと今後もですね相談をさせていただきながら効率化に向けてやっていきたいと思います。で一つまた別の観点ですね半導体の工場の中でですね、この可燃物、これを扱う装置があるわけであります。で、可燃物というふうに見なされるとですね、部屋の中で壁を設けて、そしてやらないといけないというルールがあるわけですね。しかし、最近はですね、その装置自体が、
不燃性材ということで、不燃材という形で作られていますので、そういうふうに認められたと、そして装置自体のこの間隔を3メートル空ければ問題ないんだというふうに許可をされたという市町村があるわけでございます。こういうことというのはすごく重要でですね、広いところを間仕切りを作ってやるというよりは、広いところを自由に使えるという、これは効率的なんですよ。こういうことというのは全国にこの広げるというふうに思うんですけれども、その辺全国としてどうなっているか、さらにはこの周知徹底が今どんな感じになっているのかといったところについてお聞きしてみたいと思いますが、消防庁お願いします。18次長お答えいたします。指定数量未満の少量の危険物の貯蔵取扱いにかかる技術上の基準につきましては、市町村が火災予防条例、これで定めるということになっております。消防庁といたしましては、当該条例の考え方につきまして、火災予防条例案を条例例を示すなど技術上の助言を行っておりまして、ほとんどの市町村が当該考え方に基づき条例を制定しているところでございます。さらにこの火災予防条例例におきましては、指定数量未満の危険物の品目および数量、貯蔵および取り扱いの方法、並びに周囲の状況等から判断して、条例に定める基準によらなくても、火災の発生および延焼の恐れが著しく少なく、かつ被害を最小限にとどめることができると消防庁等が認めるときには、同基準を適用しないことができるというふうにされておりまして、ご指摘の事案も市町村におきまして、この例外規定を適用したものではないかというふうに思われます。これらはあくまで条例の規定に基づき、それぞれの事業所の個別の状況等に応じた市町村の判断でございますので、消防庁といたしましては、その運用実態、これは紹介等あれば別でございますけれども、基本的には把握しておらず、また個々の状況においての判断ということになりますので、国においてその運用の統一を図るということも難しいのではないかというふうに考えているところでございます。石上敏夫君。時間がなくなってまいりましたので、いろいろあとはあるんですけれども、やはりこの横転をすることが重要なんです。そのことをやっぱりやっていくのがですね、重要だと思うんですが、今日は内閣府に来ていただいてますので、一言、その規制を改革していくための横転、これをどうやっていくかをちょっと教えていただきたいと思いますが、よろしくお願いします。大川規制改革推進室次長。お答えいたします。意欲と創意に満ちた企業等に活躍の機会を提供するためには、規制改革によって企業等の創意工夫を拒む、壁を取り除いていかなければならないというふうに考えております。で、規制改革会議におきましては、昨年3月に規制改革ホットラインというものを設置いたしまして、広く国民企業等から規制改革要望を受け付けているところでございます。今年2月までの間に寄せられた約2200件の提案のうち、規制改革に関連しないと認められるものを除いた約1200件について、関係省庁に検討を要請しておるところでございます。また、規制改革会議の委員から構成されるホットライン対策チームなるものを設置いたしまして、これを活用いたしまして、所管省庁からの回答が不十分な場合には再検討を要請するなど、規制改革ホットラインに寄せられた提案事項への対応に注力しているところでございます。今後とも国民企業の皆様から積極的にご提案をお寄せいただきたいと考えておるところでございます。以上でございます。石上敏夫君。はい、やはり新藤大臣からも言われていただきましたが、地域を元気にしていく、それにはやはり地域産業も、ものづくり産業も元気にしていくということが重要なわけであります。ぜひ総務省管轄の市町村の運用に任されているところも十分ありますので、ぜひ連携をさせていただいて、ぜひ地域の産業ものづくりを元気にしていく、このことによって生活されている方の安心安定につながるんだというふうに思いますので、そのことに対しての注力をお願い申し上げまして、私の質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。若松兼重君。公明党の若松兼重です。まず最初に、日本郵政グループにおける顧問選についてお尋ねいたします。今回のこの顧問の、人数でありますが、もう退任されたということでありますけれども、日本郵政を含めてグループで24人と、
で1人の平均年収957万円と、まあ、いうことでありますが、まずJP、すみません、略称で、鈴木副社長にお尋ねいたしますが、この24人もの顧問がなぜ必要だったのか、そのうち官僚 OB、さらに総務省 OB、何人だったのか、お尋ねいたします。はい、鈴木副社長。お答え申し上げます。あ、すみません、ちょっと。いろんな経緯がございまして、経営陣が交代した場合に、引き継ぎやあれ過去の経緯などを把握する必要があったもの、あるいは職歴や専門性を生かして社外から生じたもの、あるいは退職後も常務執行役というような職は落ちたものの、顧問としてそのまま引き続き仕事をしてもらっているもの、その他対外的に課題が必要なもの等を含めていろんな種類がございまして、そのようなグループ4社中3社で合計23、4人の顧問がおりました。で、役人 OB がその、どこまでが役人 OB と言うべきかというのがありますが、特に総務、旧郵政省に入って、そのまま郵政事業庁になり、あるいは郵政公社になり、でその後、各社に分かれて、そのままずっとも含めてということになります。旧郵政省関係で大体10人でございます。はい、以上です。若松君、ね、いわゆる官僚経験者が10名ということですね。はい、ということで私は先ほど、24名、結果的にはお辞めになったということでありますが、やはり、あるべきじゃないというそういう自己反省からの私は判断であって、決してどなたかおっしゃいましたが、政治権力ではないと私は思って、政治圧力ではないと思っておりますけれども、じゃあですね、その、10名でありますけれども、例えば現在の取締役、社外取締役はほとんど民間の方でありますが、社長はご存知の西村さん、元東芝ですね。ですね、ですけれども、それ以外の確か5人の、やはり社内取締役ですね、この方々は何人の官僚経験でいらっしゃいますでしょうか。鈴木副社長、はい、今ご指摘のございました西室のほか、社内という意味では5人の役員が取締役がおりますが、そのうち私と先ほど申し上げたように郵政省に入り、そのままずっとやっている郵便の社長高橋2人でございます。若松兼重君。ということは3人の方は他の、民間の方からと、そういう理解でよろしいですか。鈴木副社長、西村を含めて言いますと6人中4人が民間の方ということでございます。若松兼重君。で合わせて、今回のその顧問につきまして、いわゆる顧問規約というものが、ございます。一部私どもに要約としていただきましたけれども、でそこでこの選任基準でありますけれども、ちょっとまずですね、顧問、私も実は公認会計士でありますので、上場会社をですね、のお手伝いしてお尋ねしたことがありますし、また上場会社の、私も役員また顧問にもなったこともございます。でそうした際に大体こう年俸1000万円ということは、かなりいわゆる部とか、ですね、課の顧問ではなくて、いや会社税全体に対するやっぱ顧問と位置づけるぐらいのやっぱり報酬のレベルでありますので、そういう場合には私の経験では、いやガバナンスの観点から、これ取締役会ですね、しっかり承認、取締役会で承認すべきだと、私はそれが本来 この上場会社としてあるべき姿だと思いますが、そういった手続きは取っていらっしゃいますか。鈴木副社長。はい、答え申し上げます。私どもの中では、日本郵政もでございますが、その他3つの会社もそれぞれ顧問規定というのは持っておりまして、その規定の中でやっておりますが、それは顧問規定そのものは取締役会に報告し、取締役ご承認をいただいておりますが、具体的に誰かということは取締役会には計りをしておりません。若松兼重君。今ちょうど金融庁来ていただいておりますので、いわゆるまだ上場されていませんけど、一般論で結構ですので、上場している場合の
やはりこういった、まあ、報酬的にまた会社、経営的にですね、顧問という立場が取締役会ですか、しっかりとガバナンス観点からやはり承認されるべきかどうかって、これはどうでしょうか、実務的に。意味の審議官。はい、上場企業において経営全般について関与するような顧問の就任について取締役会の承認事項となっているかどうかという点でございますが、会社法や取引所の上場規則等において義務付けられているということではございません。では実態がどうかということになりますと、必ずしもその一律の定まった実務があるというわけではないようでございますけれども、上場企業によっては定款や内規によりまして、顧問の選任解任を取締役会の決議に付すことを定めている例もあるというふうに承知しております。若松兼重君。会社法ではなくて、例えば金商法ですかから見ますと、どうですか、あるべき姿としてはどうでしょうか。氷見野審議官。制度的にはその会社側の判断に委ねられておるわけですけれども、まあ、透明性とか効率性とかそうした視点から取締役会決議に付すことを定めることを選択しておられる上場企業もかなりあるというふうに承知しております。若松兼重君。非常に行政的な表現ですけど、要は すべきだという私は理解だと聞いたんですけどね、斜めですか、半分そうあってんですね。でもやっぱりあるべきだと思いますよ。まあ、そこでですね、大臣も今回顧問の就任、まあ、前社長知らなかったとこの前の予算委員会で、お話をされており、ちょうど私も予算委員会でおりましたので、まあ、いうことでちょっと大臣にですね、まあ、なんか感想ということなんですけど、実は今回のこの顧問就任のですね、一つの内規ですか、顧問規約ということで、あからいうえという絵にですね、その他対外的に肩書きが必要な場合や子会社に転職するまでの間など暫定的例外的な場合ということで、まあ、いわゆるこれ悪く解釈するとやっぱり役員の方も、ね、公務員の方もやはり人間でありますし、当然60歳で退職してもいろんな面でやっぱり生活もしたりして、また自治力もあるでしょうし、そういうことすべてが否定するわけではないんですが、この規定なんか前の渡り鳥をなんかになんか認めているようなこの印象も受けましてですね、ちょっと大臣としては先ほど金商法があるわけでありますが、やはり上場会社になる場合にはもっともっとこの日本郵政ですか、いわゆるガバナンスとあと透明性というんですか、説明責任性、これが非常に求められると思うんですけれども、まあ、そういうことで、まあ、来年上場ですか目指されるということありますが、まあ、所管官庁という言い方正しいんでしょうか、大臣としてはどんな今お気持ちでしょうか。新藤大臣。まず日本郵政は国民にとって重要な事業を行う会社であると、そして国民に対する説明責任が求められているんだということ、これはまず基本に置かなければならないというふうに思います。でその上でこの今 100% 政府が株を持っておりますけれども、民営化をして、そしてそれによって事業を多角化し経営力を強化して、そしてまたそれなりの社会の貢献をしていただこうと、まあ、こういう仕組みになっているわけであります。従いまして、私とすればこの日本郵政株式社法においてこれはもう厳密にこの運営なさらなければならないと、まあ、このように考えているわけであります。その上においては今回顧問については法令上の規定がないということでありまして、同社の経営判断により置いてきたものであります。それから今ご指摘のこの顧問の規定、またそれにそもそもの考え方については、これは郵政側でですね、自分のガバナンスの範囲できちんと定めていただきたいと、まあ、このように思います。でいずれもそれは最初に申し上げました国民に対する説明責任がそれで果たされているのかということをいつも自問自答しながらやっていただきたいと思います。私の方は与えられた権限で必要なですね監督を行ってまいりたいと、このように考えております。若松兼重君。今議論の流れの中でもう一度副社長に お尋ねいたしますが、やはりこの経営全般にいろいろアドバイスとかですね、関われるやはり、まあ、今後また必要に応じて、顧問も必要になってくるでしょうが、そういった場合にはやはり取締役会ですか等のですね、やっぱ承認というのは必要だと思うんですけど、いかがでしょうか。今後改善とか何か対応されるかどうかお尋ねいたします。鈴木副社長。
先ほど、はい、先ほど新藤大臣からお話がございましたように、その3月7日の大臣の会見を受けまして、その日の夕方、私どもの社長が、西室が会見をいたしまして、その際に今後、家にいる顧問の方には今月中にすべてやめていただき、その後のことについては、顧問規定の見直しについても含めて考えていきたいというふうに申し上げております。今後、4月以降、そのように考えてまいりたいと思います。なお、一点、先ほどの若松先生のご指摘の中で、その他、対外的に必要な方にあったものの、子会社に転籍するまでというのは、実は、よそからスカウトしてた方に子会社の社長をやっていただいておりまして、その場合、全く関係がないと言われると困るので、日本郵便の顧問にしているとか、あるいは、常務執行役だったものが病気で倒れたものですから、顧問という形で残していると、そういうものでございます。若松兼重君。これでこの点は、一言しゃべって終わりますけれども、西室社長、結局、今回の24人もの顧問、1人当たり1000万近い、顧問に対して、いわゆる本人知らないという立場で、社長をやっているわけですよ。これガバナンス上、問題ですよね。で結局、西室社長、本当は今日来ていただければいいんでしょうけど、急な要請でもありましたし、これなんですけど、結局、西室社長自身が単なる、その何ですか、形だけの社長になりかねないわけです。ですから、席を回り方って、なんだかんだ言って、やっぱり官僚出身の方々が、そういうふうにですね、表に出さないようにっていう、そこを払拭していかないと、本当の意味での上場会社に耐える会社になりませんので、大きくですね、今回の一つの、事件ですか、事実ということを踏まえて、自己改革していただきたい、それを要請して、次の質問に移ります。どうぞ、お帰りになって結構です。はい、次にですね、鈴木副社長、ご退席いただいて結構でございます。政策評価についての、お尋ねをさせていただきます。先 の臨時国会でも私も新藤大臣にお尋ねをさせていただきまして、はっきり言ってこの政策評価、また公開権を含めて非常に難しいというかですね、なかなかこれはもう、改善の、連続で、そういう非常にこうある意味で政治家にとっては取り組みにくい課題を私は大臣自らが先頭を切って開拓されるというのは非常に心からの敬意を表している次第でございます。で、合わせまして今年平成26年度ですね、これからの今度政府全体として共通の評価区分を導入ということと合わせて、各省庁でバラバラでありました評価基準を統一化するということで、25年度のですね、政策評価と行政事業レビューの連携強化ですか、ここどんどん PDCA 的に良くなっているなと実感をいたします。で、そういう中ですね、今回のいわゆる、共通の評価区分の導入とかですね、この評価制度の見直しにあたりまして、じゃあ結局何が課題であって、これからこれをやることでどういうふうにこの政策評価が改善していくのか、ちょっと答えをいただきたいと思います。大臣、よろしくお願いします。新藤大臣。これは今私のことを言っていただきましたが、若松委員もですね、かつて副大臣としてちょうど私と入れ替えで総務の副大臣に就任されて、この政策評価の法案の準備についてですね、ずっと携わってこられました。ですから関係の一員として、これはもうこれまでの活動には敬意を表したいと思います。また今言っていただきましたように、これがいかに難しいことであるかというのはですね、世界的に言ってもなかなかうまく効果を上げることができないでいる、その中で我々は導入して10年経ったということであります。まずは導入することに意義がございました。そしてこの予算の査定と政策評価というですね、二元体制になってしまっているんです。これが最大の課題だと私は思っています。で、しかもそれが将来的な解決しなければいけない大きな根本的な問題だと思っているわけでありますけれども、まずは自分たちの事業を目標を定めて、それの進捗管理をやっていこうではないかと。ですから、まず第一弾として各省で自分たちでやっていただくようにいたしました。それから重要なものについては総務省が直接やる分野も決めてやりました。しかし10年経ってそれは各省でやっていただけるようになりましたが、
結局のところ評価基準がバラバラであると。省によっては ABC で言ってるところもあれば、省によってはですね、なんか暗号のような何の意味もわからないような、なんかそういう評価基準になってたりしたところもあったわけであります。それから我々がこの前の前政権においてですね、この行政事業レビューというものが始まりました。で、政策評価はこの国の政策を500に束ねて、そしてその中でどんな仕事をやっているかというのをチェックしていくという仕事であります。行政事業レビューは5000の事務事業を今度は一つ一つをチェックしていくと、こういう事業であります。で、これが別々に動いていたのでは意味がないということでございまして、私がちょうど大臣就任いたしましたから、これを連携させようと。そして5000のレビューの項目の中からそれと500のこの政策評価は連携させなければいけないと。で、初めにやったのはまずそもそもが投資番号になってなかったんであります。別々の事業ですからチェックしようがありません。そして統一の指標を作ってですね、そしてこの定性的な目的設定があっても定量的なこの評価基準がございませんでしたから、これを評価基準をきちんと入れろということを今指導を徹底しているというところであります。いずれにしてもこれによってですね、自分の仕事の必要性、それから進捗度、これを理解しながら、それが効果が上がっているならばもっと予算をつけなければいけない、効果が上がらないならばこれはカットするのか、やり方を変えなければいけない、そういうふうにですね、私はこの政策評価レビューと予算査定がきちんと連携させていかなくてはいけないと、これを究極の目標にして、課題だと思って取り組んでいるところでございます。若松兼重君。ありがとうございます。今非常に分かりやすく政策評価と行政事業レビュー、また予算と評価の二元体制ですか、よく整理してあげまして、さらに踏み込んで今改善されるということを理解いたしました。で、やっぱり大臣もこの量ですか、見える形で数値化ですねということにご尽力されているということを理解したわけでありますが、こういった観点からちょっと最後の質問させていただきたいんですが、結局これから財政が厳しくなると。で、同じ例えば1億円政策的に予算を使っても、例えば今までは2億しかですね、評価出なかった、成果が出なかったところを倍にしなくちゃいけないと、いわゆる政策のですね、まさに生産性を上げなくちゃいけないと。そのためにこの、政策評価ですか、いや PDCA ですね、極めて大事だと思うんですね。その点についてさらにどういうお考えでしょうか。新藤大臣。とても良いご指摘をいただいていると思うんですが、問題は仕事は一つでは効果が出ない場合があるということなんです。例えばこの地域の安心を作ろうと、安全を作ろうという仕事があったとすると、それは交差点の改良、病院のこの整備、それから救急車が何分で救急体制で運べていけるかとかですね、さまざまな各省にまたがる仕事があるわけなんです。で、それが今の政策体系は省庁に分かれ、予算の慣行目設で別々になっちゃってるわけなんです。ですから私たちがやらなきゃいけないのは、この政策を何を目的とするのかという別途政策ツリーというのを作って、それが政策評価にならなきゃいけないんです。そこの中にいろんな省の仕事もこの関連してるんだと。ですから A 省のこの1の仕事と B 省の3の仕事が組み合わせると効果が上がるんだと。だからここの予算だけじゃなくて複合的に成果が上がるような、そういう指標を作っていきたいと。私がそれを世界でどこもやってません。ですからそれを日本でぜひやらなきゃいけないんじゃないかなと、このように思っております。はい、若松兼重君。もう時間が来ましたので終わりますが、あくまでもこの政策評価、実は財務管理データ必要なんですね。これとリンクしないと生かされないと。その点については実は質問準備しましたが、時間が終わりましたので、次の機会にさせていただきますので、よろしくお願いします。ありがとうございました。午前の質疑はこの程度にとどめ、午後1時まで休憩いたします。